原生版タイガーファンディング志願者募集中、詳しくは概要欄から。でもね、その肺が、あまりこれは見えないか。はい、カットカットカットあった、カットあった。俺だけ言いたいこと100万人だから。でも私はすごく言いたい。はい、ありました。肺がんなってじゃないですか。なりましたね、はい、もう何百回も言うこれ。そう、タバコを吸おう、知ってたよ、はい、やめるわよ、普通は。そう、ちえちゃんも私も、で、じゃあ一緒に、ちえちゃんが肺がんなったから、ちえちゃんタバコ吸うダメだよ、やめなって、一人でやめられへんってなったんです。お前もやめてくれ今考えて、なんで私もやめなきゃいけないだけど、まあ、ちえちゃんがやめるためなんで、ね、いや、そうですよ。じゃあ二人で、じゃあ、コンビニの前とか、一本ね、これ吸って、じゃあやめよ、捨てよ、誓って、で一本、今でも覚えてる、あの、いや、あの場所、あのコンビニの前で、そう、前で、で、一本吸って、で、灰皿、あ、じゃあタバコとライターを、せーので、ボーン、お、やった。いやー、でもなんかすごい、まあ、ドラマみたいね。そう、まあそれが何回かあった。え、なんでよ、待て待てよ、おかしいよそれ。やめられず、おかしいよ。でも、本当にやめよっつって、でも私はやめられなくて、禁煙外来行ったんですよ、結局。禁煙外来で、これで思いから、で、ちえちゃんはやめれたって言うから、私だけやめないのはダメだって、禁煙外来通って、禁煙外来でやってやめれたんですよ。おっ、いいことだね、それね。で、まあ巡業行った時に、ちょっと私、あのちょっと飲みに行ってくるわって、分かった、ちえちゃんは寝てるわって、はい、って来て、案外早かったら来たら、トイレタバコ臭いんですよ。おい、おかしいやろ、やめたはずなのに。やめたはずなの、おかしいと思って、ちえちゃんの寝てる部屋行って、はい、釜開けた、開けてまさかタバコとライターが開いてて何これ、タバコトイレしたらあんたに知ってへんって入ってんじゃんって言ったら、なんで入ってるんやろって言ったんですよ。勝新太郎、勝新太郎さん、なんでやろなんで入ってるんやろって言ったら、タバコとライターが勝手に入るかいって言って、でももう私も大激怒して、なるわね、それね。で、次の日、ごめんな、あの、俺本当にやめるわ言ったのに、また陰ですぐにすると結局一回もやめてない、今やりすってんですよ。だからもう言うた、白状した、ごめんって、やめられへん、ごめんな、もう俺は吸うわなって言って言って、でもまた俺は絶対死なへん、俺は死にません、俺は死にません、死にません、大丈夫、お前に迷惑かけて死にません、俺は死なないから大丈夫やって、もういいやと思って、もういいや、もう勝手にしろ。わかります、なんか気持ちわかるね、いくら言ってもね。そう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 、いやいや、まあまあ、ということで、まあ1本目は、まあ、関西さんの、はい、まあまあ泣き笑いっていうのかな、まあなんていうのかな、まあこう闘病中の方にもね、元気をもらってほしいなっていう動画でしたね、はい、後ろほとんどカットしていきます。そうですね、後ろカットになるけど、でもこれすごいね、だってなかなかないよね、膠原病、肺がんでプロレス現役、そんで今も明るい、そんで酒飲んでるし、今も元気、なかなかないよね。まあまあ、だけどね、本人はね、明るく元気にやっていただければ、自分で危機感を持ったらやめるんだよ、はいはい。まあということで、まあ、12月30日年末ですよ、もうね、差し迫って、そして会場にはちゃんとちえちゃんも本部席に、はい、ちゃんといていました。で、僕もね、実はあの2階席から見せていただいたんですけど、僕とちえちゃんで見てたら、なんか横にね、なんかこうフードかぶったなんか大きな人がいるんですよ、誰かな、なんかこう横断幕こう結ぶ人かなと思ってたんですね、そしたら途中に、あ、先生おはようございます挨拶されたんですよ、なんと長山さん、びっくりしました僕、すいません、長さん、僕から気づかなくてすいません、横断幕のファンかと思った、そう思ったな、垂れまくって、なんか先に見たんだろう、ああ、そういう人座ってんのかなと思いきや、中吉さんも霊が90度だから、すごいよね、あ
いやもう来年もよろしくお願いします。いやこっちはここよろしく。もうすばらしい。下げすぎなんだよね。いやこら、なんてこと言うんだ。いやそんな中ね、僕はびっくりしたんですけど、あの秋のチャンピオンの挑戦権を、うんうんうん、あのマーベラスの、うん、モーノだったかな、うん、ちっちゃい子が、うん、挑戦権を勝ち取ったの、うん、あれもびっくりしたね、うん、めっちゃ頑張ってたよね、なんかこう本当ですね、こんなちっちゃいのにものすごい頑張って、ね、いやそんなのも張りつつですよ、なんか小さい人の方がガッツある。ジャガーさんもそうですけど、その時代の時大きい選手とかもいたじゃないですか、うん、はい、でもうちの親戚の最初おばちゃんプロレス見るきっかけになったおばさんが、男子では長州力さんが大好きで、女子はもう絶対ジャガー横田やしたって言ってたんですよ。ジャガーさん嬉しい。うちのおばが長州さんと似てるしね。なんか分かんない、声が今はね、絶対そうなんですよ、うちのおばが2回やった、おかしいから今ね、気づかなかったんで面白いこと言われた。でも本当うちのおばが大好きだと、あら、やっぱり小さい人とか根性がある、根性がある言うて、絶対そうね。そう、でも尾崎もそうだよ。そうだよね、尾崎とか大きい選手、まあ自分とかやけど、はい、やっぱり大きい選手に負けたくないという気持ちがすごいあるじゃないですか。だからやっぱり ものすごく全力でかかってくるもん、こっちが6割の力でやっても、痛い、髪の毛はやめて、痛い、そのちょっとこのパチが痛いほんまに、レスラーのパチ皆さんすごく痛いんですよ、ほんま痛い、ほんまに痛いんですよ、素人にやりませんか。いやいや、そう、まあまあそうや言ってもね、まあそのメインはなんと、なんとエイジ115とチーム200キロですよ。もう下馬評って言うんですか、僕もう絶対チーム200キロ絶対有利。イラっとくるよね、いや、普通無理じゃない、 100% みんな思ってましたよね。そう、無理でしょ、知り合いもこれもコミュニティ、そう、無理でしょ、うちの母親さえ言ってました、やっぱり。いや、本当にあの試合はエイジン115は身を削ったね、命を削った試合でしたね、すごかった。いや、そうでもないけどね、いやいや、そう痩せ我慢やめてください。次の日あのね、痛くない、どっか行きくない、大丈夫ですよ。あれ最後あのリングの上であのマイク持ってあのインタビューみたいなやって、あーしんどかったんか、なんか言いませんでした。もう心の声、いやもう自分も見てて本当お疲れ様でしたって心の中で思ったの。ほんまや、ほんまに、ほんまに、あージャガーさん本当お疲れ様でしたと思った。いやー、すごかったね、本当にしんどかったですね。いやー、本当にあんだけ体重あると本当しんどいと思います。本当、まあバイラーオーバーだけマッチングがあって、はい、ね、ただ背が低いっていうのがあったけど、パワーすごい、まあ、でも若いね、パワーだと思う、若い、30代一番あれじゃん、30代スピードも速いね、スピードも速い、そう、スピードも速い、でかいくせに、どうしたのあれ、どうやって料理するの、あいつら負けると思わなかっただろうね、うん、いや余裕でしたよ、そう、そんな感じだった、今日はね、もうね、リングでそんな感じで余裕な感じでしたよ、もうおばさんと、そう、大丈夫さんもそんなにしみたいなね、きっと、なおばさん先生頑張ってみたいじゃないですか、ちょっとあったね、向こうはね、そんな感じでしたよ。いや、しかもね、僕ら、まあ、前にね、こうリングに出していただいて、まあ、なんていうの、激練習ですか、はい、なんかあったんですけど、またうちの息子がいらんこと言うわけですよ、あの、チーム200キロに、お前らボコボコにされるからなって言ったんですよ。えぇ、ー、そうなの、聞こえなかった、あのトリギス言ったんですよ、お前バカ、お前何を言っとんだお前は、余計なことを、いや、まあ、私の敵は全部だね、そうね、お母さん一番、お母さん大好きだな、チーム200キロなんて言ったか、おい、この野郎、お前調子乗ってるな、この野郎って言ったらしいぞ。いらんこと言わんでよ、ほんまに、放送席見てて全然分からなかった、ほんまに、そうなんだ、無事に試合終わってと思ってんやから、何で向こうに火つけちゃった、何を言ったの君は、確かに、ガンガン来たよね、いや、ほんと、いや、すごかったね、そうなんだ、いや、もうね、僕はでもね、まあ言うても、まあ反則、場外乱闘と対応して頑張るんじゃないかなと思ったけど、やっぱりすごかったですね、場外乱闘すごかったね、すいません振ってるんやから、話は振ってんやから、今お食べてどうすんの
もう集中してあんまり覚えてないですよ、あんまりほんまに今日はやったかなとか、うん、なんでね、正直あんなにデブだったら尾崎さんもデッキな3000円もできないじゃないですか普通でもねやろうとしてたね、すごいね尾崎のこの、いやーすごい絶対防衛するんだっていう気持ち、いやもうますますファンになっちゃうね、びっくりした、ほんまに隠れてない、隠れてるんですけど、いやでもジャガーさんとあれですよ、はい、リングの上の前で言ったけど、はい、ああいう 100% 内田が負けるってなった時に悔しいじゃないですか、いや絶対それそういう逆境に私たちは絶対強いと思います、あの負けず嫌いだから、いやしかもねこれはもう僕あの言って後悔してるんですけど、絶対負けると思ってたから、勝ったらね僕はね勝利者賞出します、なるほど、すごいだよ、言ってた、本当にね前回言ってましたね、まさか勝つと思わないから、うん、ちょっと後悔してるんですけど、いやほんまや絶対そう絶対そうや、後悔してるかも、後悔してるんですけど早く、まあ、勝ちましたんで、わちょっと今日はご用意してきました、うわーすごい、本当にすごい、いやこんな感動あります、若手のですよ、まあ、彼女らに勝てる人はあんまりいないと思うよ、いや、なんか本当にすごいわ、すごかった、本当に本当すごい、あの二人じゃなかったら、うん、先生も絶対ここまで燃えてない、ここまで燃えてないもう勝利者賞ぐらいで、はい、お疲れ様でした、はい、うん、ちゃんと銀行行ってきました、わお、さあ今日はですね、こちらじゃーん、うわー、お見つけ、お見つけで、ジョンビーさん、うわー、映ってるかな、映ってるかな、お見つけてる、お見つけですよ、先生、ほんますごい、やらすぎですか、あんまり金を、いや、大丈夫です、大丈夫です、やったほうがいいと思う、やったほうがいい、いや、今わからないかも、偽札かも、こんな嬉しいことはない、こうですよ、そうです、これを本日真ん中白いやつじゃん、白くないメモ帳じゃねえよ、これなんかそう、昔よくあったやつ、ドンキホーテじゃない、上の下だけやって、ドンキホーテじゃないから、いや、白いわ、いや、これね、令和の虎は偽札です、まあ、あの、メモ帳です、早く渡してということで、え、尾崎が全部もらうの、まさか、いや、ジャガーさんじゃないですよ、そうですよって言ったら、ジャガーさんに言ったら、え、一人一人じゃないのって言う、いや、怖っ、びっくりした、無理や、どう考えても怖い怖い、いくらなんでも無理だから、どう考えても、ジャガーさん、僕よりお金持ってるでしょ、ほんまに持ってねえ、いや、ほんとか、ちょっとはっきりしてもらうから、どっちが、どっちが、どっちが、ジャガーさんもほんまにこれ、あ、立たないね、これね、立たないね、まあそうは言っても、これリソラ銀行で下ろしてきましたので、おめでとうございます。うわー、そうだそうだ。あ、チャンピオンベルトね。あ、そうだそうだ。チャンピオンベルト忘れましたね。いやー、よかった。本当にこれはよかった。チーム、これはすごいわ。これはすごい。チーム、映ってますか？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 どうも。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、よかったありがとうございます、ありがとうございます、先生、もういや先生、はい、本当にもう一回聞きますよ、はい、本当にいいんですか、いや、もちろんですよ、すごい、もちろんもう先生、なんかメモだから、メモメモ帳、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 ちゃんとミソナの帯あるでしょ、すごい、でもこのベルトを取ることによって人生が変わったから、変わったですよね、だよね、だって、なんだっけ、なんだっけ、あれ、ギネス世界だけ、そうですよ、ギネスが思い出せなかった、危ない、そうですね、うん、もうジャガーさんも忘れちゃうね、よかったよね、なんかいろんな年間でベストバウト賞とか、 なんか、最優秀賞とかあるじゃないですか、はい、ベストタッグ賞っていうのも作ってほしい、作ってほしい、このジャガーさんと尾崎のタッグはほんまに面白い、もうね、本当に絵になる、どうぞ見たこれ、私は分かんないけど、尾崎も私もあんまり話し合わないのよ、はい、うん、何こうしようとか、試合とか、こうやってやろうかとか、うん、もう話し合うまでもない、もうお互いみんな頭にあるじゃないですか、ね、全然ほら育ったか環境も違かったじゃん、はいはい、なのに、あうんの呼吸っていうか、何をやりたいのか、いや、すごいよね、ちょっと、いや、でも僕もそう思ったね、本当にすごい、最後の決めも、あ
本当に尾崎さんのもういいところバーッ出して、うん、すごいな。ジャガーさんが投げたからこら何もだめ、ジャガーさん2人でなこう持ち上げる、持ち上げられて、うん、ダブルでパワーボップやるんですよ、ジャガーさんが投げたから今だと思って、あーそうだそうだそうだ、そうジャガーさんこれ今やれってことだなみたいな、チェンジ券だったら、私がチェンジ券だったら、その回転をかけたと思う、はいはいはい、尾崎だから、うん、よーっしゃってすぐ担がれたらこっちもあんなって、それが見えてジャガーさんが尾崎行けって言ってるなと思って、すごいよね。いやそんな普通あうんの組がないですよ、ほんとほんと。いやだからね、これがやっぱりベテランの引き出しっていうんですかね、だから若い子は若い子の良さがあるけど、うん、そうですね、はい、今の時代ね、うん、あのまあキャリア組もいっぱいいるので、うん、まだ、うんうん、それはやっぱファンの人もいっぱいいるし、尾崎はすっごい人気だからね。いや僕もね、まずね、アクヒールでこんな人気ある人いないですよ、うん、世界一じゃないですか、そうそうそう、世界一ヒールで人気ある人は尾崎さん間違いない、ね、あんた優秀すぎだから、なんでなんで、ちょっと50万返してもらえやめちゃったよね。いやいやでも本当そうですよ、世界一人気のあるヒールレスラーじゃないかな。いやそれオズの時だけです。タナンデ言ったらすごいもんなって大谷さん言ったから、タナンデ言ったら全然もうマイラスなんか言ったら、うん、あもうしシーン、すいませんマイラス、この間年勝ったらシーン、マイラスでしたら尾崎も敵やもん、敵やそれはもう応援の仕方ない、しょうがない、それはそれでいいじゃん、それはそれでめっちゃ楽しいです、そうでしょ絶対楽しい。あつなんかも大体相手が敵っていうか、ファンが多いから、大体もう楽しくしそうな、いじめも。ああねえ、そうなんですよ。で、この間もあのマーベラスの新木場で、渡辺智子とタイトルマッチやったんですよ。なんと、え、もうやった、なにちゃんと、はい、12月28日かな、うん、早っ、もうやったんだ、もうやった、知らなかった、でも本当にもう誰も私の上に、うん、いたんですよ、23人、うん、23人私の同級生高校生の呼んでたじゃん、高校の同級生やったよ、毎日飲みに行くからっつって、まさか来た、もう頑張って、うん、頑張って同級生を、うん、もう一生懸命応援して、うん、でも私が勝った瞬間シーン、勝った時ってこんなシーンってなるんだまだ面白い、分かる、なんか気持ちいい、気持ちいい、ざまみろ、ざまみろ、そうそう、いいね、なる、なる、いいね、いや本当尾崎さん応援したいね、ほんまにねでもこのタッグはなくさないでほしい、うん、何かやっぱしこの形をずっと残していってほしい、ね、でも私も絶対そう思ってる、どうなるんですよ、でも今後ね、ちょっとこれ以上いない、いない、絶対いませんから、うん、で若い子たちなんてコロコロパートナー変わったりこう、うん、あるじゃないですか、確かに、でもやっぱりこれだけのキャリアを積んできてる人たちっていうのは他にないので、うん、もうこのパートナーは絶対残すべきだと思います、まあ勝ち続ければいいけど負けても勝って負けてもそうです、もう負けても勝ってもなんです、もうね、そう、このタッグは絶対残してほしいね、ジャガーさんって言ってるんですよ、作って、わかりました、いや、ね、まずね、僕じゃあリクエストでいいですか、はい、じゃあ、たぶんね、つまんないね、試合はつまんないけど、そういう言うのやめて、ダメね、これカットびっくりした、痛い、こういうの言うんだやめろ、いや年齢マッチ、年齢マッチ、未来と来るから年齢マッチ、なんだよ、奴らは私のあれライバルにはなれないから、はい、すいません、はい、すいません、でジャガーさんって言ってるんですよ、はい、先生、はい、もし私たちがベルトを取られることはないと思うけど、うん、チーム200で、うん、はい、でももし万が一、うんうん、ね、取られた場合でもタッグは続けましょうって話、うんうん、ちょっとなんかそうやってね、いいね、あの LINE で来てたのよ、うん、はい、何言わないの、何言わないの、